伊賀川桜堤伊賀川桜堤とは愛知県岡崎市伊賀町から稲熊町までを伊賀川沿いに進む道路の通称名である。伊賀川の桜並木は町の花坂かじいさんと呼ばれた伊賀町の石油販売業佐々木家佐吉が伊賀川に桜を植えようと思い立ったところから生まれた。戦前の1939年その次の年が 紀元2600年になる年であるので、記念事業にと、佐々木崎地の次男、佐々木宏と、親類、稲垣和夫と話し合って決めた。その後、すぐさま、京都の苗木省から若木を取り寄せた。伊賀川を管理する愛知県の河川課の許可を取って、伊賀川の土手へ取り寄せた、吉野桜、ウコン桜、他に楓も植えた。 二年がかりの作業で伊賀橋から稲熊までの伊賀川、堤防を約2トル間に2600本の若木が植えられた。しかし、もともと桜に関する知識があったわけではなかったので、桜を成長させるのに苦労したという。市から生ゴミをもらって、堆肥を作り、近所からイワシなどを譲り受けて、肥料として桜の根元に埋めるなど、根気強く取り組んだ。 戦後の1950年頃には、伊賀川に見事に咲くようになっており、以後ずっと、伊賀川桜みは、岡崎市の桜の名所として、岡崎公園周辺の桜と並んで親しまれている。伊賀川改修工事明治までの伊賀川の流れは、現在の国道248号を越えて、早川の流れに沿って南へ菅尾川に合流していた。 大雨が降ると菅尾川から逆流する水星に押され、堤防がたびたび押し流される状況にあった。1912年に、浅井や佐次郎をはじめその他の有志らにより、伊賀川の改修工事が実施された。当初は、伊賀川を西に直進させて矢作川に直結する計画もあったが、結局は、現在のように、 広畑あたりから南流させて、岡崎情勢側の外堀を通して菅尾側に合流した。平成20年8月末豪雨と、その影響平成20年8月末豪雨の後、一部の流域は護岸工事が行われた。2008年8月29日深夜に発生した岡崎市内の集中豪雨、気象庁の言う平成20年8月末豪雨では、 伊賀川の氾濫で周辺地域に水害が発生した。雨後、愛知県と岡崎市は、早急に河川改修に着手した。そこで犠牲になったのが伊賀川の桜並木であった。山西橋から猿橋までの約 2.4km 区間の桜481本のうち約45%に当たる220本が改修工事に支障があるとして、 伐採、移植の対象となった。この動きに対し、伊賀川桜保存会が立ち上がり、伊賀川の美しい桜が保存される、要署名活動が行われた。愛知県は、桜を一本でも多く残せるように、床上浸水対策特別緊急事業を進めると、述べ、桜保全計画マップを作成した。豪雨により氾濫した伊賀川、香乗川、広田川、砂川、 浦部川の市内5河川の緊急改修工事は2015年度末で完了した。ありがとうございます。